おはい、こんにちは、くれさんです。チョキー。あのですね、ついに私、友達の結婚パーティーに呼ばれてしまいました。とりあえず結婚自体おめでたいことで、おめでとうございますとお伝えしてあります。しかしですね、私結婚式に呼ばれたのがもう5年ぶり、多分5年ぶりだと思います。最後に行った結婚式はロリータさんとか、あとレイヤーさん、それからなんかこういう派手な人がねいっぱいいたんですよ。まあここまで派手な人がいたわけじゃないんですけど、向こうも派手だってこと分かってるし、全然ドレスコードとか自由でいいよみたいな感じだったので、あの私もね TPO わきまえつつも結構安心して準備をしていくことができたんですけれども、その前だったかな、緊張しすぎて結婚式の1ヶ月前の同じ日にちに式場に行ってしまったんですね。だからちょっと怖くなっちゃって、その次のね5年前の結婚式を最後にして、私はもうあんまり結婚式行きたくないなって気持ちになってしまいまして、なるべくね結婚式呼ばれませんようにと祈ってきたんですけれども、私の結構仲良しのお友達がですね結婚することになりまして、仲良しの人たちだけで行う結婚パーティーに参加することになったので、久しぶりに結婚行事に参加する私の2週間に密着したいと思います。それではレッツスタート結婚パーティーに行く準備その1、まずは服装を調べます。ねえ髪型めっちゃ変なんだけど、急いで服を選ばなきゃって思って動画を回しております。今回私が招待されているのはですね、時間帯は夜なのでちょっと昼間の普通の結婚式とは服装が違ってくるかなと思います。今ねそれっぽいページにアクセスしてみました。ちょっと余談なんですけど、今回私を呼んでくれた友達っていうのはもう結構長いお付き合いをしていて、ここまで派手ではないんですけど、私みたいな感じの友達は結構周りにねいるタイプなので、クレちゃんは別にいつものクレちゃんの感じで大丈夫だよとか言われたんですけど、さすがにさ、でもいつもの感じ、これね出しとくねここにいつもの感じでいいよをさ真に受けて、これで結婚パーティー行ってしまったら結構愚か者だと思うの。だから、事前にちょっと調べてね、ちゃんとマナーというものを知っていきたいと思っています。あったいいとこ来ました。結婚パーティーで注意すべき注意点。結婚パーティーの服装マナーは、露出が多いワンピースは着ない、白い服は避けるなど、一般的な結婚式や披露宴と変わりありません。なるほど、結構いろいろ見てみたんですけれども、どうやらねパーティードレス、それから華やかなジャケット、あとスーツ、なんかブラウスとか割と何でも大丈夫そうな感じですね。結婚式の二次会、それからパーティーみたいなところでは華やかでお祝いする感じであればいいよみたいなルールのようです。じゃあ以上の点を踏まえて、ドレスもしくはなんかこうセットアップ的なスーツ的なものとか、あのブラウス的なものとか、いくつか見繕って着てみたいかなと思います。あ、ちょっと髪やばすぎるな。どうですかね、どうだろう、まあ、悪くないか。ちなみにねこれ七分丈で割と涼しげなセットアップなので、まあ初夏でも別に大丈夫かなって感じ。ややピンクがかったベージュの小花柄、実際の柄はこんな感じです。かわいい。夜の結婚パーティーには無難な組み合わせかもしれない。これどっちが前だ、こっちか、いやこっちか大丈夫かなこれちょっと頭はあのお部屋用のヘアバンドなんで気にしないでほしいんですけど、ね、ちょっと面白くないやばでもこれちょっとフォーマルな時用に着れるかもと思って買っておいたやつなので、今回着れたら一番いいんだけど、どうかな。ベルトこれで合ってる、てかさこれこっちでいいんだよね、それもわかんないんだけど大丈夫かな。これで、これで、こうして、どうなんだろう。まあでもどうなんだろうって言ってる時点で、やや不正解だってことはわかるな、自分でも。服自体はめっちゃ可愛いんだけど、多分ね、これ私用に作られた服ではなさそうな感じがします。
これ、ね、これ重大事件。見て。全然閉まらない。っていうか、本当にやばい。これね、買った時さ、いつか切れるだろうと思ってさ、小さいサイズだけど買っちゃったの。これがさ、もう、どう頑張っても上、ここが閉まらないのよね。ガチでもう私の骨の問題な気がする。あ、これね、肋骨一本取らないと無理だわ。ほんで下がね、もうちょっとここがね、キュッて閉まればね、可愛い服ではあると思うんだけど、ちょっとこれはね、たくさんご飯を食べるであろう結婚パーティーなので、パスします。これ良くない？後ろもね、すごい可愛い。じゃん。どう？なんか意外なものがヒットしてしまった。これね、本当はね、海外でプチパーティーとか呼ばれた時用に一着持っとこうと思ってね、カジュアルでしかもちょっと華やかなねワンピースを一着買ってよく持ち歩いているんですけれども、意外とこれがマッチするかも。これ本当はね、こんな風に襟がね丸くくり抜かれてるんですけど、これ別でつける用の襟をつけていまして、でこんな風にカジュアルでありながらもちょっとだけこの襟でフォーマルな雰囲気にしております。何言ってもさ、このヘアバンドがすごい愉快なんだよね。どうかな、良くない？はい、というわけで皆さん、私のファッションショーにお付き合いいただき誠にありがとうございました。これがね、今のところの第一候補かな。まあこれである程度服のイメージはついてきたので、次の準備を進めていきたいと思います。結婚式の準備その2。今日は渋谷に来てます。向かった先はササラの渋谷店。脱毛と美肌効果を期待してカウンセリングを受けてきました。ホームページ見たんですけど、はい、3V、手と足と両脇と、はい、で100円って見たんですけど、なんか私医療脱毛で、はい、結構早めに両手と両足脇終わってて、はい、顔と手の甲まだやったことのない部位をお願いしたいんですけど、はい、はい、今回特別に行っていきます。ありがとうございます、はい、よかったです。なんか顔は全身でコースで契約してる時しか顔ができないみたいなんで、顔面でユーチューバーが顔を施術するの初めてだそうです。大丈夫かな。なんかロック歌手って感じ。何日本人ですかそれ。失礼いたします。眩しくなります。痛み暑さございませんか？全然大丈夫です。ですか、はい、ありがとうございます。続けていきます。お風呂を取り捨て眉毛の間鼻筋失礼いたします。目元眩しくなります。失礼いたします。なしで失礼いたします。ホグル戻していきます。ホグル戻していきます。ホグル戻していきます。ありがとうございます。こちらでお顔のライト以上となります。はよ。いきます。目元まぶしくなりますのでゆっくり開けてください。失礼いたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。すごい、しっとり。痛くなかった？全然痛くなかった。なんかあったかいって感じ。立った瞬間だけちょっとあったかい。あ、大丈夫です。脱ぎすぎた。右側から冷たくなります。失礼いたします。でもそんなキンキンに冷たくない。先親指からお分けいたします。で眩しくなりますので目つぶった状態でずっとお願いいたします。はい、痛み暑さございませんか？全然大丈夫です。開けていきます。はい、お姉さんは大丈夫なんですか？一応目つぶってるので当てる瞬間に大丈夫です。なるほど。
じゃあこの部屋にいる人全員の目つぶってる瞬間がありますね。最後は失礼いたします。みたいなやつ。あ、違う、なんかホワイトニング、ね、へー、あー、ここでホワイトニングができるんですね、はい、すごい。脱毛の後ホワイトニングだ。なんかすごいしっとりしている。なんか上からファンデ塗るのもったいない感じですね。もしよかったらやってみますか。やってみたいです。はい、嬉しい。何が入ってるんですかね。もらいました。本日ご来店ありがとうございました。ありがとうございました。体験料として本日100円をいただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、お預かりいたします。終わりました。まだごしっとりしている。もう今日はノーファンデで帰ります。はい、結婚式に行く準備その3。今日はまつげがもうエクステが取れてきちゃったので渋谷まで松江区付近にやってきてます。レッツゴー。このビデオ初日に髪染めたばっかだったんだけど、もう結構髪色落ちてるから、あ、ここです、ここです、黄色いとこ。レッツゴー。今日暑かった。暑いです。うん、結構残ってます。楽しい。あ、すごい、あわわ言ってる。そう、染みないでしょ、これ。全然染みない、これ。え、でも動画見てびっくりすると思う。これ、え、こんな染みるっしょっていうぐらいかけてる。え、全然染みない。でしょ？びっくりした。エクステの詳しいデザインなどを私のインスタグラムで公開しております。私飽き性なのでつけまつけてたりまつエクつけてたりを繰り返してるんですけれども、今回もほぼつけまみたいなボリュームでたくさんつけてもらいました。よし、終わった。今何時だ、ちょうど7時25分。だいたい手術1時間ぐらいで終わりましたね。アイシャンプーまでしてもらって嬉しかった。ピンポンパンパン。お祝い事マスターみたいな。お祝い事マスターいつもの感じで言ったらなんか一人だけあれみたいな。愚か者ですよね、やっぱり。みんな意外と普通の格好してるみたいな。そうだって今日面白いのが、分からない方はこちらの画像を参考にいらしてくださいって来たのが超エグザイル。ねえ、かわいすぎます。嬉しい。すごいかわいい。ありがとうございます。え、なんか新鮮ですね。なんかこういうフォーマルな大人かわいい感じですか。笑いすぎ。めっちゃかわいい。そう、自分だとなかなか後ろがうまくいかないので。わかんないですよね。そう、超助かります。よかった、今日お願いして。ヘアスタイルのリクエストは事前に送っていて、こんな感じでお願いしますとお伝えしておりました。髪色もいい感じに色落ちしていて綺麗だったので、結び目を見えないように隠していただき、シンプルなヘアアレンジにしてもらいました。
かわいい。というわけで今回は5年ぶりにお祝い行事に呼ばれた私の駆け込み2週間に密着してみました。いかがでしたでしょうか。特にね、最近はもう日差しが強いので、なんとか式までに綺麗にしないとっていうのが最優先で今回のスケジュールを組んでみました。という面でも今回脱毛サロンのササラは予約もすぐに取れたし、施術もすごく早かったし、あとは気になってた肌のダメージも緩和されたし、おかげさまでニキビ一つなく式に臨むことができました。やっぱ結婚式ってすごく久しぶりに会う人たちがたくさんいるので、そういう時に綺麗だねって褒めてもらえるとすごく嬉しいなって思うのと、ちょっとドキドキしてた感じの式自体もすごく楽しくて、とてもいい時間を過ごすことができました。今回私が体験してきた脱毛サロンササラでは、脇、腕、足の3部位が100円で脱毛できるお得なキャンペーンをしているそうです。店舗は新宿、銀座、渋谷、大宮、それから大阪の心斎橋、最近は横浜西口店がオープンしたそうです。実際に私が行った渋谷店もすごく綺麗なところでした。その後の勧誘とかも一切なくて、すごく親身にカウンセリングしてくださったので、ぜひ皆さんもササラで脱毛をスタートさせてみてください。詳しくは概要欄に貼ってあります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。